はい、久保さん、こんにちは。こんばんはか。気になる男226話ですね。226話。前回はチャットですね。チャット。すごい、すごいのが、すごいサムネが来 <laughs> ました。本当に。これはすごいですね。まあ、じ自分の塾ではチャットは教えてないんですけど、あれはちょうどね、自分がコンサルをした時のちょっとお話だったんで、あの全然話はちょっと違って、ごちゃごちゃになって、 ちょっと申し訳ないなとは思ったんですけどいやー本当にすごいなんかこれ見るとやっぱりやっぱ徹底的にやっぱやってますね本当にやって徹底的にいやー本当にもう一つ一つにかなりうーんかっていうところはすごく感じますねやっぱりうーんでもう一つのサムネああと補足動画の方か補足動画の方ももらって いてえー、っとこちらかこれもねコンテンツの一例って言ってその使っちゃいけない言葉があるよとか返信を誘うとかあとちゃんとこうやり取りのまあマニュアルじゃないんですけどそういうのが決まってるってもう例文がすごいって言ってましたねマニュアルがなんかテストもあるとか言っててでもうどうかしたらお任せしちゃうみたいな。 いうところもあっていやすごいんか <laughs> でもやっぱ本当にその百戦錬磨というかそういうところになっていくとやっぱりこれは真理を本当に学んでる人の通りにやっぱやらなきゃいけないしそれを学んでいかなきゃいけないんですねこれ本当に今回の話もそうなんですけどやっぱ対抗策というか。 文字盤でしたっけチャットでいうと文字盤っていうところのやり取りっていうところもしっかりも押さえておかない、えー、ポイントこれで言うと口説くポイントでしたっけね。で指導をね指導してもらってみたいなうんそういうのをやっぱりしっかりやっていかなきゃいけないんですねこれだから。 久保さんが言ってたここですね、えー、自己流でうまくいってないのに結局は人から教わる結局人から教わることはやっぱり共通してしまうっていうこの文字だけ見るともう明らかにこれはうまくいかないパターンってなっちゃいますよね自分でやってんなき自分でやっちゃったらやっぱりうまくいかないよとでもマニュアルだったりその通り もうやれないというか、まあ心は拒否してるんで、まあ、ここをどう克服していくかっていうところなんですかねと思うんですけどね。で、さらにもう一つですね。えー、学ぶのを拒絶し続けて、望まない人生を歩んでいくと、うまくいかないんで、自己流でやってうまくいきません。でも、学ぶのもちょっと拒否しちゃいます。そしたらやっぱうまくいかない、うまくいかないパターンにはまっちゃいますよね。これどうしたって。 下手な会話、まあ、今回は会話術、まあ、チャットっていうところで切り取ってお話ししていただいてると思うんですけど、まあ、これはその実際の会話だろうがチャットだろうが、まあ、どれどっちだろうがやっぱりテクニック的なところそして言っちゃいけないところとか押さえておくべきところっていうところをしっかりとやっぱり学ぶことによってそれがねうまくいけば本当に いいんでしょうけどこれが全然もう下手だったらもう無益ならまだしも有害になるっていう、まあ、人を不快にさせちゃうというか反応が取れないみたいなやっぱりそういうところっていうのは原理原則に沿ってやっぱやっていくしかないのかなと思いますよねほんとに学んでいくしかんでどうしてもやっぱり心が拒否してしまうならもうこれは慣れていくしかないのかなっていうところですよねもういやいやもういやよもう。<laughs> 慣れさせるっていうでここは最後なんですけど一時が万ににななっっててしまわいいよようにっていうところですよね。もう何か一つ秀でたものがあればそれを元に鍛えていけば様々な場面を突破できるというか全部が全部ダメでも一つだけ本当に一つだけ得意なものっていうのがあればそれを鍛えていくことで突破できる例えば顔出しなし、まあ、顔出しできる人、まあ、できておしゃべりが得意な人はまあいいんでしょうけど、まあ、おしゃべりがちょっと。 得意じゃないわとかを出せないいわわと出せ喋りも得意じゃないわでも文字盤、まあ、チャットなら少し上手いわっていう人はやっぱチャットのこうやり方っていうのはやっぱ極めていくっていうのも一つの手かもしれませんね本当にだから本当に自分がどの特性が合ってるかっていうのをしっかりこう見極めた上でこうやっていくと やっぱり違ううんんじゃなないかなと思うんですだ顔出してうまくいかない人もきっといるんじゃないかなと思っていてそうであればだ顔を出すタイプか顔を出さないタイプかもちろん顔出した方がそれは信頼性は高まると思うんですけど顔出してもしかしたらマイナスになる人もいるんじゃないかなと思っていて顔出さない人はその顔出さない何か自分の秀でたものがそこであるなら 本当にそこを鍛えていくっていうところが必要なのかなと思ったりもいたしました。はい、ということで、第220話、気になる男、こんな感じで終わっていこうかと思います。久保さん、ありがとうございました。すごい今回は学びのあるお話でした。はい、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではまた。